ホスミアリアが待望のファースト写真集を発売。人生で一度の初写真集の感想を直接聞けて楽しかった。声優アーティストとして活躍する補充ありなりがファースト写真集グランの発売を記念したイベントに登場した。写真集は昨年12月に30歳の節目を迎えた補充の新たな人生イコール真っ白をテーマに撮影。雪山に囲まれた神秘的な姿やゲレンデで年金いっぱいに雪と戯れる表情など、テーマの白を基調にしたカットのほか、ファンからのアイデアを取り入れた入浴シーンやバースデーイベントのオフショット、ファンへの感謝を込めた直筆ロングメッセージなども収められており、補充の今が堪能できる一冊となっている。イベントでは写真集が補充から直接手渡しされるほか、サイン入れにショット撮影といった特典が用意され、この写真が素敵でした、ありがとう、髪色合わせてきました、似合ってるじゃんなど、ファンカズとカズトと言葉を交わす和やかな場面も。緊張して言葉に詰まるファンには、どの写真が好き？と優しく呼びかけるなど、会場は終始温かい雰囲気に包まれていた。ファンとの交流について、写真集の感想を直接聞けたりできたのが良かったですと、補充も満足の様子。チェキかスマートフォンかを選べる2ショット撮影会については、みんなが喜んでくれて本当に良かったです。チェキ以外の2ショット撮影は初めてだったので、スマホでの自撮りは新鮮でしたと語った。イベント終了後に感想を聞くと、たくさんの皆さんに購入いただけてありがたい限りです。人生で一度しかないファースト写真集、そんな記念すべき作品の感想を直接聞くことができてとっても楽しかったですと笑顔で答えた。続けて、すごくいい写真集なので、さらにたくさんの方に見ていただきたいです。気になった方はぜひ5月のイベントに来てくださいと、5月6日に追加実施が決まったおかわりイベントをアピールした。プロフィール、ホスミユーナリ、ホスミユーヤ、1993年12月14日、生まれ、福島県出身、大型、主な出演作は、トリフェス、R、2017年、回復術師のやり直し、セブンナイツレボリューション英雄の継承者マイナス、共に21年、シュート、ゴールツーザフューチャー、22年、下界、エリーゼ、24年など、主演を務めるテレビアニメ、モブから始まる探索英雄譚は7月放送予定。ライブ配信プラットフォーム、オープンレック TV で、個人番組、補充ありなりいるじゃん、を配信中。音楽ユニット、スパークルのメンバーとしても、精力的に活動している。